はい、こんにちは。美容整体サロン店員無法の谷内です。本日はですね、肩甲骨の体操をするときに、こんな間違いしていませんかという、ことをお話しさせていただきたいと思います。肩甲骨を回すっていうのは、肩こりに効くっていうのはもうどのメディアでもですね、テレビでも言われてるし、肩甲骨を回そうみたいな、本もいっぱい出てますし、雑誌にも載ってます。なんで皆さんこう肩甲骨ですね、こう回す、体操もやっていただいていると思うんですけれども、せっかくやっているのにですね、ちゃんとできていないっていうケースがあります。はい、これは非常にもったいないです。はい、ですので、今日はですね、ちょっと間違い、こんな間違いしてないですかということを、ちょっとお話しさせていただきます。はい、まずちょっと見えますでしょうか。ちょっと近寄ります。こうですね、肘の部分に、ちょっと緑色の印つけました。これは肩の部分にオレンジ色の印をつけました。これ何かというとですね、これは腕の動き、これは肩甲骨の動きを表すと思ってください。肩甲骨に貼り付けてます。これは肘に貼り付けてます。はい、で肩甲骨の、正しい運動をした場合ですね、このオレンジの印を見といてください。ここが非常によく動きます。逆にですね、肩甲骨がしっかり動かせてればですね、あまり肘っていうのは動かないです。はい、ちょっとやってみます。はい、いかがでしょうか。このオレンジの印がですね、大きくぐるぐると回っていたと思います。これがですね、肩甲骨がしっかり動いている時の印になります。逆にですね、今から、ちゃんとできてない、一生懸命やってるんだけれども、ちゃんとできてないパターンの動きをやります。こちらの緑の、印とオレンジの印をよく見といてください。はい、いかがでしょうか。今のはですね、あんまりオレンジが動いてなくて、緑色の部分がぐるんぐるん回っていたと思います。はい、どういうことかと言いますと、せっかく回してるんですけども、これはですね、肩関節とが動いて肘の動きが出てるだけで、ここですね、肩甲骨の動きはほとんど出てません。はい、肩甲骨が動いた場合はこのようにオレンジの印がよく動きます。はい、こうするとここはあんまり動いてないです。肘が動いてます。はい、これをですね、肩甲骨の体操だと思って、一生懸命やっておられる方が結構おられます。ですので、せっかくね、一生懸命やってるのに効果が出ないなとか、肩こり全然変わらないなっていうことにならないように、ちょっとこの動画で、お話しさせていただきました。はい、正しい動きができた時っていうのはこの部分が動きます。ちょっとですね、やる時にですね、ご自身ちょっと鏡を見たりとか、ちょっと、ご友人とかご家族の人にちょっと肩の動き見てもらってですね、この部分が大きく動いているかどうか、ちょっとチェックしてみてください。はい。本日はですね、肩甲骨の体操の時に、こんな間違いしていませんかという話をさせていただきました。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。それでは失礼します。